は先進国が政策で協調しいろんな問題を解決するということだったんですけれども、今回アジアに出ましたときに各国でも面白いことがだいぶ違う。やっぱりここもまた自由との限界というのをちょっと感じるんですけれども、それから最近は関東の学生、そして竹内の OECD どうしてくれるのは、やっぱり基本的にまず日本は非常に苦しい立場になる、事故について謝罪しないといけない、同時にまた世界の天気に感謝する、その中で何を見込むかというのは大変苦しいんですけれども、ただし日本国内に割合とすれば、やはりその資源エネルギーの問題をですね 20% というのを強調して出してきたというのは大きいと思います。ただ問題は戻ってからどういうふうに維持するかと、よく言われることですけれども、日本にとっては最大の問題は毎回の名刺を毎回出すようなんですね。ですからやはり今回聞いている首脳の中には、来年感想になるかということは当然自分に思ったかもしれませんね。残念です。なるほど。だけど今のお話聞いていてもね、やっぱりこれ脱原発